皆さんこんばんは、オーシャンです。ゆばちゃんね、ちょっとおやつタイムですね。はい、ドライフルーツをあげております。結構ね、袋物の方がもうなんか食の好みがあるみたいで、結構好き嫌いも激しい子が結構多いということらしいんですが、今のところですね、チェゲバラ君はなんか何でも食べてくれますね。新しいものもね、すぐ使ってくれるし、結構ミーハーなところがあるので、結構好奇心は旺盛かなと思いますね。ねえ、ゲバちゃん。ね、甘いものも昆虫も穀物系も意外と食べてくれるんですよね。何が一番好きなのかはちょっとわかんないんですけど、やっぱ甘いものが一番好きかなと思います。あとはあの昆虫ゼリーみたいなやつね、結構あのお掃除の際にね、移ってもらうときにご褒美じゃないですけど、あげたりしてますね。はい、あ、ちょっとこれ今ね、フリーズドライさせた昆虫です。どんどん買いたくする。いらないの？じゃあそれフルーツでこう。やっぱ甘いものが一番好きですかね。まあ、おやつは1日1回ですかね。まあ、合計してティースプーン1杯分ぐらいの量ですかね。ドライフルーツとか昆虫とか含めてもそれぐらいになるように、あんまり揚げすぎるとね、ご飯食べなくなっちゃったりするので、そこはねちょっと気をつけております。もちろんあの揚げない日もありますので、毎日ではないんですけれども、ね、お掃除の時にね、移動頑張ったりとかね、そういう時は、揚げてますね。なんでもないただのおやつ動画でしたね。それではですね、今日の動画はね、こんなところで失礼しようかなと思います。それではまた皆さん、次の動画でお会いしましょう。ではさよなら。